それで先ほどまでマトロイドの話しましたけども、そのマトロイドというのは、まあ01の世界ですね。それをもっと一般化してみようという試みが、そのジャック・エドマンズ1969年、この星印には以後なんかジャーナルとかにパブリッシュされたんじゃなくて、その、ものとして確立された年を表します。これコンファレンスをちょうど行われた時ですね。その E は非空の有限集合で、どの部分をそのマトロイドから拡張するかというと、ここの部分ですね。マトロイドの時にはその回数関数はその中身にある集合のサイズを超えないという、これがそのものをその01の世界に押し込むためについてたんですけど、それを取っ払って、ただし空集合に対してはゼロという、そういう条件を残している。あと単調性と列の並びさえ、この条件の下でこの対をここにまとめているんです。でその時にその独立集合族とか機能族とか、それに対応するものがこういう多面体として出てきます。今独立多面体と呼んでますけども、この関数、回数関数で決まるこういう線形不等式なんですけども、ここの見方はですね、我々よく使うノーテーションですけど、この X をキャピタル X というのは、この集合 X に生まれるエレメントに対応する成分をこう足し合わせたんですね。 X の成分を足し合わせたんです。だからこれは01係数の不等式形になったんです。でこういうものでその独立多面体と定義します。これは2次元と3次元の例ですけど、こんな領域になります。こういう領域、これ皮膚証言に限定されてますけど、でそのこのローがマトロイドのランクファンクションだと、どういうことになってるかというと、この独立多面体のこの端点ですね、端点が01ベクトルになって、それが独立集合族 の特性ベクトルの全体と一致するんです。でここのキータ面体だと、そのこれキータ面体と言いますけど、このマキシマルな点の集まりになってますけど、そのこれの端点もそのマトロイドの木の特性ベクトルの全体に、そのローが マトロイドのランクファンクションだったらそうなんですね。このローがだからそれを一般化して、別に01 の端点のベクトルになってないものを扱いますけど、ただものはその皮膚証言にこの限定するというのがジャック・エドモンズの最初のポリマトロイドの定義なので、いろんな意味でぎこちないところがあるんですね。そのポリマトロイドの例えば相対なポリマトロイドというのを考えたくなるんですけども、そういう時にどういうことをやってるかというと、この基多面体をこう下に見るような、全てのその基多面体全体を下に見るような固定を一つ考えて、そこからこう下っていうふうにこうつないでやって、それを反転するとこういうふうな形のポリマトロイドの多面体が得られますよね。そういうなんか大きなところの点を原点と見てこうひっくり返してやると、相対なポリマトロイドができるという、そんなちょっといこちないことをやることなんですね。それちょっと私自身もいろいろ悩むところがあって、それを避けたいなということで、